チス、誰も知らない狩人。あ、違うわ。チス、誰も知らないライダー、イカレタコスケです。明日、やってきますね。こちら、ババン、8月無料タイトルアップデート第2弾、京都クエスト専用モンスター、マムタロトと追加オトモン、ディノバルト、ライゼクスということになります。まあ、オトモンのディノバルト、ライゼクスに関しては、普通にね、卵取得イベントみたいな感じで来るのかなと思っていますけども、問題は、マムタロト。今回このマムタロト、高難易度ということではないんですけども、巨頭専用の、まあ、大型モンスターとしては初ということになりますでしょうか。こちらの攻略等々予想していきたいと思います。このマムタロト、先に前知識として言っておくと、オトモンにすることはできず、主に、まあ、やってないとわかんないけどね。主に一応公式としては、ハンターじゃねえや、ライダーの武器を入手するっていうね、モンスターハンターワールドに出てきたマムタロと同様ですね。おそらく、黄金は高難易度だったから、ガイラシリーズかな。ガイラシリーズあたりを落とすんではないかなと思います。で、おそらく、多分ソロでもいけると思います。ストーリーズの、仕様だったらね、NPC を連れていくことになると思います。で、まあ、プレイヤー2人とも、強力なモンスター持っていれば、まず、多分高難易度じゃないからね。そんな難しいことはないと思うんですけども、念には念を入れてといったとこですね。さあ、見ていこう。で、まず、まあ、とりあえずね、多分、ストーリークリアして、アップデート来るまでは、とりあえず置いとこうって人も結構いると思うんです。普通に追加の裏とかをやってたら、レベルは上がってると思うんで、とりあえずね、レベルが、そうね、どんぐらい止まってっから、5、60ぐらいで止まってる人にお話を少ししていこうと思います。これ、皆さんがまず見ていただくのは、成長型、早熟普通、晩成とあります。まあ、これ、レベルが上がった時の、どのレベル帯が一番成長しやすいかっていう項目なんですけども、大体強力なモンスターに限って言えば、後半、もう晩成型。この辺レベル70以上ぐらいになってくると、まあ他の追随を許さないってほどでもないんですけども、まあステータスだけで見ればかなり強くなってきます。ですけども、レベルがそれはね、70過ぎてからかな。その辺はね、持ってるオトモンド見比べてほしいんですけども、例えば、50とかで止まっていた場合は、早熟型が強くなっている可能性がありますんで、まあそちらの方を見ていただきたい。これね、防御力、攻撃力のね、この、なんつうの、ポイントパラメーターというかね、これにちょっと騙されがちですけども、まあ数値の方を見てみるとわかるんですが、そんなに変わらない。私今レベル81で止まってますけど、ステータス。81だとね、強力なモンスターと比べると、まあ、あと、乗っけてるスキルの問題もあるんですけども、少し離れてきますけども、まあ、でもまあ、こんな感じですよ。フルフルアッシュレベル72と、ナルガクルガ81での差。そんなモンスター個体としての差はまだ出てないですね。この時点では。フルフルアッシュがレベル81になって、スキルの付け方によっては、全然ステータスとしては見劣りしないものになると思います。なんで、晩成タイプはね、晩成型と、これはフルフルアッシュはなんだ?こいつは普通かな?だと思うんですけども。なので、まず自分のレベルを見て、自分の使っているオトモンっていうのが、どのタイプのオトモンかっていうのをまず調べましょう。そうしないとね、マムタロト対策をするにあたって、属性持ちの成長タイプ変わってきますんで、ここをチェックしておいてください。でですね、これ、マムタロトワールドで戦った人はもう大体の人はみんな知ってると思うんですけども、まず、マムタロトの攻撃属性はおそらく炎属性。で、こっからが特殊なんですけども、マムタロトっていうのは、部位破壊をして、全身の金ピカの鎧というか部位を破壊すると本体がやってきて最終決戦というモンスターになってます。ってことは
その鎧を破壊した後に本体戦うんですけども、この鎧と本体の弱点属性が異なってくるわけですね。鎧の方に関してはこれがねまた全身についてるんですよ。多分再現されているとすれば、頭部、それからおっぱい、そして腕、両腕、そして、まあ、尻尾というか背中全体にまとっているマントのような部位ということになります。なんでまずね、これちょっとわかんないんだけどね、これどこまで部位破壊っていうのが今回ストーリーズ2に絡んでくるかわかんないんですけども、破壊王はあってもいいと思います。もし部位破壊をね優先するのであれば、ワールドでも部位破壊を、たくさんこなすことによって武器のドロップ数なんかも変わってきたんで、この辺ももしかしたら部位破壊に関しても少し変わってくるかなといったとこです。でこの部位なんですけども、見た目が金属っぽい通り、まあ見た目が金属っぽい通りと言っても分かりませんね、見た目が金属っぽいんですけども、電気をめちゃくちゃ通します。逆に言うと電気以外は全然通しません。なので雷属性のオトモンをまず選んでおきましょう。で攻撃が炎属性なんで、ここがね気をつけなければいけないところですね。結構雷属性を使って炎弱点のモンスターっているんですよね。キリンもそうだし、フルフルなんかもそうですね。なんでそうではないモンスター、金雷光神王牙であったり、この辺だとラージャンとかもまあそうですね、雷属性に強いなので、まあ、炎弱点でない雷属性攻撃を持っている強力なモンスターということになっていきます。あとはだからレベルによってはアンジャナフ・アシュとかね、まあ、この辺は自由でいいと思いますけども、そして全身の鎧が外れた後、そうするとモンスター、あとマムタロト本体の弱点っていうのは氷属性になります。まあ、これ本当に予想なんで、ストーリーズ2でどこまで再現されるかわからないですけどね。なんでまず氷属性の、ここが結構難しいんですけども、氷属性のモンスターを探すんですが、まあ、氷属性って言ったらイベルカーナでしょうなんですが、イベルカーナは炎属性に弱いとなっています。あと氷属性を使えるメインモンスターっていうと、実はねストーリーズ2にはそんなにいないんですよ、強力なモンスターが。あとガムートなんですけども、ガムートもやっぱり火属性に弱い。あとはもうザボアザギルとかになってくるんだけど、ザボアザギルも、まあ、炎属性に弱いわけではないけども強いわけでもないと、あ、飛びかがちとかね、こういうところが選択肢に入ってくると思います。で、晩成タイプだと、だってこの辺の強いやつはね、レベルが後半になってくる状態だとマーク・シャルダオラかなといったとこですね。火属性にもまあまあそこそこ強く、そして氷属性をメインで扱えると。なんでこの辺を準備しておくといいかなと思います。まあ言うて、いや分からんけどな、マムタロと分からん殺しがあったからね、今回も使用上部位破壊をする順番とかそういったものによって攻略の難易度変わってきたりするのかもしんないけども、まあとりあえずこの辺を準備しておきましょう。なんで主人公プレイヤーの武器に関しても、炎属性に強い防具、それから、雷属性と氷属性、1回の戦闘の中で全部位破壊が達成されてそのまま変身して戦うかわからないんですけども、一応両方とも持っていった方がいいと思います。残突打 の弱点に関してはストーリーズ2は割と弱点がばらつきがあるので、どれを持っていけばいいかっていうのはちょっとわからないですね、ここに関してはね。とりあえず破壊王がついているといいかなといったとこです。で、マムタロト最大奥義というと、高難易度じゃない方のマムタロトってことであれば、放射型ブレス、床にマグマを吐いて、それが継続的にダメージを与えてくるんですけども、その威力がバカ強い。おそらくもしそのまんま使用で来れば、クシャルダロアとかが使ってくる、なんだっけ、ストーム風やられ、風やられになる、あれで風圧やられ、あれになるような感じで、
あの火属性の大継続ダメージを与えてくるんではないかなといったところ。なぎ払いブレスは高難易度だったかな。ちょっとねマムタルトの仕様がどのタイプで来るか分かりませんけども、火属性に関してはかなり防御を固めていっていいと思われます。まあ専用のやつを作るかどうか分かんないけどもね、あのスキルの中には対属性防御強化スキルがありますんで、まあ自分の大好きなオトモンであればちょっとそちらの方乗っけていただいて挑んでみるのもありかなと思います。というわけで、まあ、ちょっとねマムタロトのね予想をさせていただきました。明日マムタロトを挑んで攻略をしていこうと思いますよ。それでは。